はい、こんにちは、レッドスノーノです。今回なんですけども、このですね、小冊子、宅建合格するための勉強法の小冊子ですね、これをお送りした方だけに、特別の動画をお送りさせていただいております。で、ここに書いてある内容なんですけども、実はですね、無料でお伝えしようかな、どうしようかなってすごく迷った内容なんですよ。で、実際、無料でね、弊社、動画とか、またメールマガとかで解説はしてるんですけども、そこの中で唯一教えてこなかった、ノウハウなんですね。メルマガだったりとか無料動画でお伝えしている、理解学習の内容っていうのは、解説の理解なんですよ。あくまでも解説の理解の話なんですね。ただ、実際合格するために一番重要なものっていうのは、理解学習の中でも、問題文の理解っていうところなんですよ。ただここについては個別指導で一番最初に教えている内容でもあるし、これまでね、過去4年連続で合格率7割を叩き出してきた一番の核となるノウハウだったんで、ずっと無料だったりとかメルマガではお伝えしてこなかった内容なんですね。ただ今回ちょっと特別に、その問題文の理解ってじゃあ実際どうやってやるのかっていうところの、内容、具体例を出しながらですね、解説したのが今回のこの小冊子なんですよ。ただ忙しい方も多いので、この小冊子、読んでられないよって方もいらっしゃると思いますんで、今回動画でですね、今回お伝えしようと、思いました。もしあなた様が次の試験絶対合格したいんだという気持ちがあるのであれば、この今からお伝えする情報っていうのはすごく有益になると思いますんで、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。では、解説動画をご覧ください。はい、それではですね、平成25年問い5の1、抵当権について解説していきます。まず問題文、債権者が、抵当権の実行として、担保不動産の競売手続きをする場合には、非担保債権の弁済期が到来している必要はあるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して、物上代位をしようとしている場合には、非担保債権の弁済期が到来している必要はない、丸か×かという問題です。で、この問題、まず問題文長いんですね。で、もうこの時点で、何言ってんのかわかんないと、まあ、いう方が意外と多いんですよ。ただ言っている内容とか、おそらく解説見たら、あ、そういうことかってわかるんですけども、これについて実際本試験とかで、初めてね、この問題を見ると、何言ってんのかわかんなくて、解けないと。後で解説見たら、これ勉強した内容なんですね。内容だったとしても、本試験で初めて見る問題で、問題文が理解できなくて、失点してしまうと。いう方が非常に多いんですよ。なんで、すごく重要なことっていうのは、日頃の勉強からこういった問題文というものをちゃんと理解をしながら勉強を進めていくというところが最重要だという話なんですね。で、今回のこの問題文について、実はなんですけども、これ見てみると、二つに分けることができるんですね。債権者が、こうこうこうの場合には、こういう必要がある。一方で、こうこうこういう場合には、必要ない。っていう風に実は問題文が2つに分かれているんですよ。で、これにまず気づくことができるかどうかなんですね。で、これ前から読んでいただくと意外とちゃんと分かるんですけども、債権者が、まあ、競売をしようとしている場合ね、その場合には非担保債権の弁済期が到来している必要があるって書いてありますね。こっちは弁済期が到来している必要はないっていう風にこう同じ言葉がこう書いてあるわけですよ。で、これ逆転してますよね。こっちは必要がある、こっちは必要がないっていうところから、あ、これ二つに分かれてるなってことが分かるわけですよ。で、じゃあ前半部分と後半部分に分けることができたんで、まあじゃあ前半部分だけ先見ていきましょうってことですね。で、この前半部分のここですね。この場合、これが問題文の状況なんですよ。債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをする場合、ここの部分なんですけども、こっから何がわかるかっていうところを読み解いていかないといけないんですね。まず債権者がいる、そして抵当権っていう言葉があるってことなので、債権者が抵当権を有しているってことはわかりますよね。で、また担保不動産の競売手続きって書いてあるんで、まあ債権者、いわゆるこれ抵当権者なんですけども、まあ抵当権者が競売するんだな、ここぐらいまでは理解しとかないといけないんですよ。で、ちょっともっとね、細かく具体的に説明していきますね。まず、債権者が抵当権を有しているっていうことは、
どういうことかっていうと、まず債権者がいるわけだから債務者いるわけですよ。これ OK ですよね。債権者だけいて債務者がいないってこれはありえないんで、債権者と債務者っていうものはもう対なんですね。ペアです。債権と債務、これもペア。債権者と債務者、これもペアなんで、債権者がいるってことは債務者がいるわけです。で、今回ちょっと具体的に、じゃあ債権者 A が債務者 B に500万円を貸したって考えます。実際本試験でこの貸金債権って書いてないですよね。お金を貸したとか全然書いてないけども、もし書いていないのであれば、もう具体例を使って考えていった方のが分かりやすいんですよ。問題文の状況を理解しやすいんですね。だからもう勝手に貸金債権で考えるっていう習慣をつけとくと、意外と問題文理解できるようになってきます。なんで今回も貸金債権で考えています。つまり、お金を貸した事例を使っていくってことですね。で、 A さんが、まあ、B さんに、500万円貸したと。で、お金貸したってことは、お金を返してもらえる権利ありますよね。お金を返してもらう権利があるわけです。それ貸金債権って言います。これはもちろん債権者が持ってますよね。お金を貸したのは A さんだから、A さんは B さんに対してお金返してってこう言える権利があると、まあ、いう話です。で、続いて、2番目ですね。債権者が担保不動産の競売手続きを行うってこう書いてあるわけです。で、ここで担保不動産っていう言葉あるんですけども、これも簡単に言うと、抵当権を設定した、不動産だと仮定し、もう考えてください。今回で言ったら、この公建物ですね。この公建物を具体例として考えているので、公建物、債務者 B が所有するこの公建物が、担保不動産です。つまり、この公建物に、抵当権を設定してもらったっていうことですね。で、これ、どういうことかっていうと、債権者 A としては、貸した500万円が返済して、もらえなかったら困りますよね。だからその保証としてこの公建物に抵当権を設定してもらうわけなんですよ。で、状況的には債権者が、競売手続きをもう行うって書いてあるんで、もうこの公建物、これを競売にかけたっていう話なんですね、 A さんが。で、この競売ってどういう意味なのと。イメージとしてはですね、オークションです。オークションヤフオクとかってあるじゃないですか。まあそれのイメージです。で、ヤフオクとかっていうのは、自分が所有するものをオークションにかけるじゃないですか。でも、競売っていうものは、この債務者、所有者である、この B さんが競売にかけるんじゃなくて、この債権者が、オークションに出すんですよ。競売にかけるんですね。だからそういったちょっと違いはあるんですけども、まあイメージとして、オークションに出すんだと、まあいうふうに考えていただいた方がわかりやすいです。で、オークションに出したら誰かしらが、入札して、最高値の人が落札しますよね。で、落札したお金を、支払って、まあ、入札額ですね。最高値で、入札した人、その入札額っていうものが落札額になるので、それを支払って、その買った人っていうかな、落札した人は、この高建物を買い取るわけなんですね。つまり、ここに、ま、C さんがいたと仮定したら、まあ、C さんが落札しましたよ。そしたら C さんが、じゃあ500万円で落札したのであれば、その500万円を A さんに払うんですよ。で、そのお金で A さんは弁済してもらって、OK だと、万々歳と、まあ、いう話になるわけなんですね。で、流れはそんな感じです。まあ、ここにも書いてある通り、債権者は貸したお金のこの500万円、を、買取価格、まあ、入札した価格ですよね、落札額、ここから返済してもらうと、まあ、これが競売ですよと、という話ですと。で、問題文の初めのこの抵当権の実行、これっていうのはもう競売にかけるっていうふうに考えてもらって大丈夫です。ここですね、抵当権の実行、まあ、ここにも競売って書いてあるんですけども、まあ、抵当権の実行って言われたら競売って考えてもらっても大丈夫です。まあ、もう一つ物上代位っていう、方法もあるんですけども、まあまあ競売って考えてもらっても全然、支障はないでしょう。で、続いてですね、前半部分のこの部分ですね。今ここまでは分かりましたよね。今話した内容です。抵当権者がこれオークションにかけるんだって話なんですよ。で、この場合、オークションにかける場合に、非担保債権の弁済期が到来している必要があるってこう問題文には書いてあるんですね。だからこれじゃあどういう意味なのというと、まず非担保債権って何なのかっていうのが分かんないといけないですよね。さらに弁済期って何なのか、まあこれも分かんないといけないので、この二つについてちょっと考えていきますと。で、まず非担保債権で言うと、簡単に言うとですね、保証してもらいたい債権の話なんですよ。保証してもらいたい債権のことを言います。
まあ、言い換えると、抵当権の元になった債権。今回で言うと、貸金債権が非担保債権なんですね。500万円を返してもらうための保証として、まあ、抵当権を設定してもらったわけですよね。つまり、この500万円の貸金債権が非担保債権になるということです。この貸金債権というものが非担保債権。まあ、抵当権をつける元となったのはこれですよね。500万円が返ってこなかったら困るから抵当権設定してるわけで、その500万円の貸金債権はこれなんでね。で、これが非担保債権だと、まあ、いうことです。で、次、弁済期。じゃあ、弁済期ってどういうことなのか、どういう意味なのかっていうと、簡単に言ったら、返済期限のことです。例えば、A から借りた500万円の返済期限を10月20日と仮定します。そしたら、借りた側の B さんっていうのは、10月20日までに500万円を A に返さないといけないんだっていうことなんですね。で、もし10月20日までに500万円返済できなければ、債務不履行ってことになるわけです。で、この債務不履行っていうのは約束破ったってことですね。で、これですね、ここにも書いてある通り、この弁済期を12月20日と、まあ、仮定したら、債務者 B さん、この人ですね。債務者 B さんは10月20日までに500万円を A さんに返さないといけませんよと、まあ、いう話です。で、ここまでが問題文の理解なんですね。まあ、問題文の理解の前半部分なんですけども。まず、債権者 A が債務者 B に500万円を貸しますよ。貸すことによって A さんは貸金債権を有しますよ。その保証のために抵当権設定してもらいますよと。まあ、この高建物に抵当権設定してもらって、で、A さんが競売にかけようとしているという状況なわけですね。で、ここからが質問内容なんですけども、その競売をかける場合に、非担保債権の弁済期は到来している必要があるんですか？あれば、丸ですね。競売かけるために、返済期日が過ぎていることが必要だというのであれば丸。つまり、10月20日を過ぎていないと競売にかけることができませんよっていうのであれば丸。いやいや、10月20日、過ぎていなかったとしても、競売にかけることができますよ。こっちですね。まあ、過ぎている必要がないならば、×になるわけですよね。じゃあ、どっちなのって話です。で、ここはもう解説はどうなるかっていうと、返済期限が過ぎている。それでも、債務者 B が返済しない。こんな時に、競売かけることができるんですね。つまり、こっちです。債権者 A が、競売にかけるためには、返済期日が過ぎている必要があるから、答えは丸になるんですけども、じゃあこのね、解説について、じゃあどうやって理解するのか。これちょっと考えたらわかるんですけども、で、債務者 B っていうのは、返済期限までは500万円を自由に使える権利があるんですね。で、そもそも、その返済期限までにお金が返ってこなかった時のために、こういう目的で、建物に抵当権設定したわけですよ。だから、返済期限までは待ってあげてくれって話なんですね。そもそも抵当権を設定した目的は、返ってこなかった時のためですよ。返済期限までにお金が返ってこなかった時のために設定してるんで、だから、返済期限が来た後じゃないと、競売にかけることはできないんだよ、と、まあ、いうことです。まあ、言い換えれば、この債務者 B っていうのは、返済期限までは500万円を自由に使える権利がありますよ。この権利を一方的に債権者 A が奪うことができません。だから、返済期限が到来した後でないと、競売がかけれませんよ、っていう話です。で、ここまでが前半部分の解説です。で、ちょっと時間の関係上ですね、後半部分については、省略させていただくんですけども、後半部分も同じように、このような流れでですね、考えていただくと、理解できるようになっています。なので、小冊子の方ね、見ていただければ後半部分書いてありますんで、ぜひご覧いただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。先ほどお伝えした問題文の理解。実はですね、これは、権利関係だけじゃなくて、宅建業法も、法令上の制限も、税その他も、すべて実は行っていかなければいけない内容なんですね。で、まあ、弊社はね、権利関係から、お客さんに勉強してもらってるんですけども、なぜかっていうと、権利関係から行う方が、その理解学習の習慣っていうものをつけやすいんですね。宅建業法から行う方いるんですけども、意外と宅建業法って丸暗記でも解けちゃうんで、あんまり問題文そんなにちゃんと理解しなくったとしても、解けちゃうんですよ。それだとですね、いわゆる問題文を理解しない、
これまでと一緒の勉強の仕方がさらに習慣化してしまって、直すのが難しくなっちゃうんですね。だからあえてですね、弊社は権利関係から行っていただいています。で、権利関係でいわゆるこの問題文の理解の仕方っていうものを実践して身につけていただいて、その流れで宅建業法、法令上の制限、税その他をやっていくと、引っ掛け問題に引っ掛からなくなるんですよ。多くの方、引っ掛け問題に引っ掛かって本質落ちましたっていう方多いんですけども、あれっていうのは引っ掛け問題に引っ掛かったっていうよりも、そもそもの、勉強の仕方で問題文を理解するっていうところをちゃんとやっていなかったことが原因なんですね。多くの方が引っ掛け問題に引っかかったことに関してそんなに重く感じてないんですよ。実はでもそれっていうのはそもそも実力がなかったってことなんですね。まあ、日頃の勉強の仕方が悪かったから実力が上がらなかった。だから引っ掛け問題に引っかかってしまった。だから落ちたっていう話で、根本的な原因っていうのはここなんですよ。だからそれほど重要だっていう話なんですね。だから全ての問題についてこれを行っていってくださいよと、まあ、いう話です。実際予備校とかではこれは教えていない内容です。まあ、教えるにしても時間足らないので、まあ、時間的にね、教えるのができないって話なんですけども、ただこれやっていかないといつまで経っても点数伸びないから、運任せの試験、まあ、もちろん運良かったら受かりますけども、まあ、ほとんどの方がまあそのね、宝くじみたいに運よく当たるって方はいないわけですよ。外れちゃうわけですよ。だから落ちちゃうわけですね。ただ一方で、今解説した内容はわかるけども、じゃあ実際これからね、一問一問解いていって、そんな自分自身で考える。それはちょっとできないよ。って方もやっぱいると思うんですよ。他の問題だったらその理解学習できないよ。また、調べる時間ないよ。まあ弊社の個別指導の受講者さんもそうなんですけども、まあ、忙しい方がほとんどなんですね。忙しいから自分自身で勉強時間を作るのが難しい。短期間で実力を上げなきゃいけない。だから弊社のところに来る、弊社の個別指導を受講するって方が多いんですよ。さらには調べ方がわからないとかね、まあ、結局は独学でやったり予備校を通ってる方っていうのは自分で調べていかないといけないわけなんですよ。それは問題文の理解というのは解説の理解の方ですね。解説の理解の方で調べていかなきゃいけない。先ほどもお伝えをした、動画の中でお伝えをした、競売かけるためには弁済期到来していないといけないですよっていう、まあ、この内容ですよね。まあ、もちろんこれ丸暗記してる方もいると思います。ただあれぐらいは理解しておいた方のが、抵当権全体を理解する上でもう基本的なところなんでね。さらにいろんなところでそういった考え方って使えるんですよ。あ、これも同じだな、あれも同じだなって、例えば仏上第一のところでも同じような考え方使うんですね。だから一つ理解をすることによっていろんなところが理解できるようになって、で頭に定着しやすいっていうメリットもあるんですよ。だから調べるってことはすごく重要なんですね。まあ、ただ調べ方がわからないっていう方もいるし、今言った調べる時間がないっていう方もいるわけですよ。それでも次の試験で絶対合格したいんだっていう気持ちがあればですね、ぜひですね、弊社の個別指導をご検討いただければと思います。まあ、値上げまでね、あと少しです。なんでお早めにご検討ください。今であればね、あなたに合格していただく自信ありますんで、一緒に勉強できたら嬉しいです。次の試験、合格目指して一緒に頑張っていきましょう。